アイアムコランダオールジェネレーション、オールジェネレーション、どうもコランダ TV 永田、改めましてジャガナです。よろしく。行けよお前。俺に指示するな。仕事はする。どうもコランダ TV モドリゲス、改めモドキキです。もう一回言ってくれ。モドキです。モドキです。なかなかいかちい名前じゃねえかよ。まあ俺には負けるがな。コロナ TV ポーチも改め闇と異次元の伝道師アリクシルバです。こいつだけ名前をいじってもいいね。なんだって二つの文字だと。なかなかいいキャラクターじゃねえか。まあな。ということで今日お前らにはどれだけ俺たちが特別な存在かっていうのを、まあ世間的には中二病っていうらしいけどな。中二病？なんだそれは。そんな病は知らないな。だろう。なんかでもよ、前ママに言われたんだけどよ、お前の話してることを普通の言葉で言えばいいのになんで中二病で言うのって言われたことがあってよ。今日は俺のママから文鳥、文字面、なんつうの文面を考えてきてもらってから、それを俺たちなりの言葉にアレンジして伝えていこうってわけ。ああ、なるほど、要件は分かった。左手が水くせ。でよ、やっぱり俺たち道は違えど志は一緒ってことで、俺たちの中で俺たちの、ああ詰まっちまった。詰まっちまったな。そう、俺たちの中で一番いいってやつを俺たち自身みんなで分かち合って決めてこうってわけ。了解した。了解だ。まあそれが本当の悪でもあり、まあね、なんというか特別な存在、ザ・ワンということだな。ああ正直中二病の条件が何も分かっちゃいないから適当になっちまってるわ。まあ中二病の定義というやつを探りながら行こうや。ああ、多分編集でポチモさんが最初、ポチモじゃない、アリクシルバレス、アリクシルバレスがなんか編集で中二病とはっつってやってくれると思うけど、意外と中二病ってこういうんじゃねえから、物静かなやつが自分特別だとか思ってるパターンが多いからよろしくよ。こう結構カットしていいよ。ということで本題に行こうか。ああレッツコランダ。そんなアメ、俺たちの考えた挨拶で行こう。レッツの後にほにゃらら、行くぜ。レッツホニャララ任務開始。中二病とは中学2年生頃の思春期に見られる特有の背伸びしがちな言動、態度が過剰に発言している状態のことを示す。転じて思春期にありがちな自己愛に満ちた空想や思考などを揶揄したネットラスト、ネットスラング。要するに自分が世界の主人公で、この世界は自分を中心に回っていて、自分の世界観を強く反映した行動や言動をとってしまう状態。コランダ人に発祥の多い漫画と現実の区別がつかなくなるサクラムチェインワールドや無意味なタイトル殿堂入りを目指す MDK 勝負も例外ではない。なお病という表現を含むが、実際に治療の必要とされる医学的な意味のもう、な精神疾患とは 無関係。よ、巷にはこんな奴が転がっててよ、スッてきた。なかなかの悪じゃないか。スッてきただと。なんか普通に店に置いとったからもらってきただけ。つまり万引きだね。ということでお前らに配る。これが今日の俺の仕事か。くだらないな。輝いて見えるよ。ま、純白のいた。そしてこれも、なんだこれは。これは己の言葉を具現化するブラックペン。まあこれでやろうってわけ。くそ、こんな旧時代のものじゃ、まあね、使ったことがないんだから。うるせえ。
イヤホンジャックもつながってね、ヘッドホンでよくつながっているぜ、ちゃんとな、端末にな。だぜ、まあさっきのね、会話にもあったけど、最初は万引きって言葉で俺たちの言葉に変えようってわけ。お前ら大丈夫や、たやすいご用だ。うん、何の問題もない。じゃあ開始。マジ意味が分からないけど万引き、どう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 やっぱやめよう。じゃあお父さんがうんこ漏らしちゃって、僕が舐めて掃除しました、これを俺たち流の言葉に変えようってわけ。大丈夫、大丈夫ない、大丈夫ない、大丈夫、問題ない。じゃあ行くか。よーい、どうも。まあ仕事はこなすさ。なんで問題的に忘れした。俺はスピードスターだから一番最初にできちまった。僕は一番なんて興味ないからね、興味ないからね。じゃあまあ順番に行くか。書いた順に、任務完了だ、できた順に行くぜ。じゃあ俺からだ。ザガタの作品、我の創造の主秀幸が悪性菌との分裂を果たし、何時それを口に頬張りて食い始末するで早漏ジャガタ。これのポイントはな、早漏が早漏なんだよ、わかる？これ二つをかけているわけか。理解に苦しむな。見抜くことができなかった。しかも普通に文字の暴力。以上、始まりが俺と被っちまった。じゃあ次ポチモか。あ、じゃあアリクシルバですか。ああ、俺だ。我を生み落とした者がこの世で一番の悪。闇の卵を産んだことに嫉妬したこの僕が光の世界へと誘った瞬間。ただこれの一番の問題はな、我と僕ってなんだ、破綻してるじゃねえか。全く設定が不安定なやつだ。これ半分あれやぜ、中二病と素の自分が混ざってる感じがしてよ、ちょっと弱いんじゃねえのか。うるさいうるさい、手が弱いんじゃないのか。あ、そっち系のあれか、まだ自分の自我を保てられるぐらいのレベルの人間か、お前は。いや、逆だ、二重人格と言ってもらいたいな。ポチモじゃねえか。ポチモとアレクシルバです。二人の人格を持ち合わせているのか、面白いやつがいるもんだ。じゃあお前何だったっけ。モドキレスだ。モドキレス、行けよ。そのコードネームはしっかり覚えておくんだな。ああ、俺はお前らみたいな悪くないんだ、仕事をこなしただけだ。指揮官の不始末を俺が片付けだ。かっこいい、かっこいい。俺負けだ、これ負けだ。こんな時間もかけてこんな強い。じゃあ一回戦、さすがにモドリキレスの勝ちだな、これは。モドリレスだ。恥ずかしいや、恥ずかしくなっちまった。貴様らの恥ずかしいことはこなさないんでな。ただよ、ボードゲームとかでも最初勝ってるやつは最後負けるから、覚えてけよ。次も覚えておけ。ということで第2回戦開始。甘ったれるな。鼻で笑ってしまうようなしょうもないことしかしてないのか。はぁ、射精。